れた。うわ、やっと帰れる。なんで俺だけやらされてんだよ。腹減った。ああよ、お前も残業だったのか。まあな。お、くれんのか。サンキュー。おにぎりと飴、組み合わせ、なんで飴？疲れた時は甘いもの食べると元気出るからか。そういえばいつも持ってるよな。いや別にいつも見てるってわけじゃないけどさ。ありがとな。そういえば今度の飲み会、お前のところと合同でするらしいな。今期忙しくて納涼会できなかったから仕事の打ち合わせを兼ねてするらしい。ん？どうした？微妙な顔して。そらわかるよ、同期のよしみだ。行ってみな。なんだ、言いにくい話か。ああ、上司が酒癖悪くて迫られるってセクハラかパワハラか。そんなに大げさなものじゃないけど、最近普段も親密になろうとしてくるからって大丈夫じゃないだろうそれ。あー、下手に動くと厄介だしな、大事にはしたくないか。飲み会欠席するわけにはいかないのか。後輩の女の子がいるからね。お前のとこ女子二人だけだもんな。その子にとばっちり行くとかわいそうだしって。そうだな。とりあえず俺も出席するから気をつけてる。何かあったら言え。だいぶ盛り上がったな。あいつは大丈夫か。離れてるし今のうちトイレ行っとこっと。そろそろお開きの時間だな。あれ、あいつ係長はいない。あ、しまった。何してるんですか、そこで。俺には嫌がっているこいつを抱きしめているように見えましたけど。大丈夫か。そうですか、飲みすぎたんじゃないですか。もう戻られた方がいいと思いますけど。関係なくはないですよ。俺たち付き合ってるんで。悪い、あいつ飲みすぎたみたいだから送ってくわ。頼むな、お先。お待たせ。行くぞ。ああ、送ってくつもりだったからノンアルで済ませてた。ごめん、俺がもっと気をつけてれば。任せろ的なこと言っといて。何でもなかったから大丈夫って、そんなわけないだろう。ほら無理すんな、泣きたけ泣け。ふりふり。あれ、もう大丈夫か。いってて、頬をつねるな。
さっきのお返し。あーそうだ、さっき俺付き合ってるって言っちゃったな。あのさ、嫌か俺とじゃ本当のことにするの。お前が他のやつに触られてたり迫られたりするのもう嫌なんだよ。話してダメだね、返事聞くまで話さない。おとなしくなったな。オッケーってことでいいか。目閉じて、上向いて。雨、元気出るんだろ。お、あれ、もしかしてキスされると思った？顔赤いぞ。へえ。じゃあご希望に応えて。うん、甘い。ほんと元気出そう。もっと俺にもお前のくれるか。